J1 はあのクラブが猛追中。J2 は残留争いがやばい。はい、どうも皆さん、バカーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。後半戦が始まった J1 リーグは、気温がぐんぐん上昇する中で、水曜日にも試合が行われるタフな週になりました。首位争いが激化する中で、今週の J リーグを振り返りましょう。こちらの動画を見ることで、J1、J2、J3 の最新の順位や情報をチェックできますので、自分がどの動画を見たか忘れないうちに、チャンネル登録をしておきましょう。それでは早速やっていきます。町田ゼルビアは首位陥落の危機を乗り切る。首位の FC 町田ゼルビアから3位のガンバ大阪までが勝ち点2差の中にひしめく混戦となり、今週はいよいよ首位入れ替わりかと思われました。しかし結果は町田が首位キープどころか2位以下を突き放すこととなりました。まずは町田は水曜日の第20節で4位のヴィッセル神戸と対戦し、スコアレスドローで足踏みとなります。しかし注目の勝ち点で並ぶ2位鹿島アントラーズ対3位ガンバ大阪の上位直接対決も両者無得点で引き分けたため、勝ち点を詰められることはありませんでした。そして第21節は町田はガンバ大阪との直接対決、ここでガンバが勝てば順位が入れ替わる大一番でした。先制を許した町田でしたが、前半のうちにガンバに退場者が出たこともあり逆転勝利。連続無敗で勢いのあったガンバを叩き落とす大きな勝利となりました。さらに2位の鹿島アントラーズは4位ヴィッセル神戸と対戦。鹿島も先制したものの逆転負けを喫して2位と3位が共に敗戦で、町田との差は5に開きました。そして首位町田と引き分け、2位の鹿島に勝利した神戸が4位は変わらずですが、町田と勝ち点6差で食らいつき、2位と3位とは勝ち点1差です。前年王者の逆襲が始まるのでしょうか。この連戦で連勝し、リーグ戦7試合負けなしとなっているセレッソ大阪もじわじわと上がってきていて、関西クラブから目が離せませんね。戦列を極める残留争いはどうなった。残留争いにも動きがありました。前週時点で19位だった京都サンガ FC は水曜日の柏レイソル戦はアディショナルタイムに痛恨の同点弾を浴びて引き分けに終わりましたが、日曜日に行われた降格圏のライバル湘南ベルマーレとの一戦には粘り勝ち、2試合で勝ち点4を加えることに成功しました。敗れた湘南ベルマーレは水曜日の川崎フロンターレ戦は引き分けているものの、2試合で勝ち点1にとどまっています。降格圏の狭間にいたサガン鳥栖は2試合とも負けてしまい厳しい結果に。これにより京都が降格圏脱出の17位まで順位を上げ、サガン鳥栖が18位転落、湘南ベルマーレも19位となりました。最下位のコンサドーレ札幌は今週も勝てず、連敗が7まで伸びてしまい厳しい状況です。17位までは勝ち点7差ですので、一刻の猶予もありません。降格圏からほんの少しだけ離れる下位グループではアルビレックス新潟が1勝1分け、川崎フロンターレは2分け、ジュビロ磐田は1勝1敗となり、安全圏まで引き離すということにはなりませんでした。 J2 はビファーレン長崎は首位に。 J2 は水曜日に未消化分の1試合が開催され、ビファーレン長崎がついに首位に立ちました。そして週末の第22節は徳島ボルティスと対戦し、終了間際に同点ゴールを決めて執念のドロー。今シーズンまだ1敗という驚異の安定感で堂々の首位です。こうした負けそうな試合で勝ち点を拾えるクラブは強いですよね。前週の暫定首位からは陥落してしまった2位の横浜 FC はプレーオフ圏を目指すいわき FC から4ゴールを奪ってこれで7連勝。勢いは現在最高潮で、長崎とは勝ち点1差となっています。連敗で3位に転落していた清水エスパルスも今節は上位のアジアの岡山に勝利して横浜 FC と同じ勝ち点で追走しています。ホームでは強いのでアウェーをどう乗り切るかが今後の清水の課題なのでしょうね。その他プレーオフ圏内ではベガルタ仙台は栃木 SC に勝利して4位、岡山が5位となっています。レノファ山口は水戸ホーリーホックと引き分けに終わり、その隙に鹿児島イナイテッド FC に勝利したジェフ千葉が6位に食い込んできました。こちらも大混戦の残留争いは下位3クラブが揃ってで敗れたために変動はありませんが、14位のヴァンフォーレ甲府までが降格圏まで勝ち点3差のままです。大分トリニータその甲府と引き分けて同じ勝ち点の15位のまま、早く安心できる順位にしてください。激戦 J3 は2位争いが面白い。最後は J3 です。首位独走の大宮アルディージャは今節も危なげなく勝利していますが、2位のアスルクラロ沼津は敗戦、宮崎に勝利した FC 大阪が勝ち点で並ぶ3位となりました。さらに今節勝利の杖源金沢と FC 今治が勝ち点1差で追走。6位は今節敗れてしまった福島ユナイテッド FC がさらに1差で追います。福島と同じ勝ち点ではカターレ富山と SC 相模原もついてきていますので、つまり2位から8位までは勝ち点2差しかありません。19試合も消化してこんなに差がつかないリーグは世界的にも珍しいでしょうね。自分でも話していて
毎週順位に混乱しています。各カテゴリーは接戦に拍車がかかってきましたので、後半戦は一試合一試合の重みが増してきます。厳しい夏を乗り越えて実りの秋を迎えるために、この時期の戦いは重要ですね。ということで今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで皆さん、またね。ありがとうございました。